ウェズリー・コーはアメリカ合衆国の元陸上競技選手である。彼は1904年に開催された1904年セントルイスオリンピックの砲丸投げで銀メダルを獲得した。ボストン生まれのコーは当時のアメリカとイギリスの両方で巧妙な陸上選手だった。1900年に AAU 主催ジュニア選手権の砲丸投げで優勝し、翌年と映して オックスフォード大学に入学した。1901年と1902年に連続でイギリストリプル a 選手権で優勝し、1902年のケンブリッジ大学との対抗戦では、砲丸投げとハンマー投げで優勝している。母国に戻った後にイエール大学に入学したが、大学の代表選手として主要な競技会に出場することはできなかった。 1904年のセントルイスオリンピックと1908年ドンドンオリンピックに連続で出場している。セントルイスオリンピックでは砲丸投げのみに出場した。競技はアメリカ選手7人、ギリシャからの選手1人の合計8人が出場して8月31日に予選なしの決勝のみで実施された。校は14メートル40センチの記録を出して同じく アメリカ代表のラルフローズに続いて2位となり、銀メダルを獲得した。ロンドンオリンピックでは、砲丸投げの他に綱引きにも出場した。8つの国から25人が参加した、砲丸投げでは、事故の記録には遠く及ばないながらも、予選1組で1位となったが、決勝では記録を伸ばせず4位に終わっている。綱引き競技には、イギリスの各警察代表3チームと、 アメリカ代表、スウェーデン代表各1チームの合計5チームが出場した。コうは、ラルフ・ローズや、マーキーズ・ホアなどとともに、アメリカ代表チームの一員として出場したが、1回戦で、リバプール市警察代表チームに敗れている。オリンピック以外の主な大会では、1905年の AU 選手権で、当時の世界最高記録15メートル9センチの、 投敵で優勝し、翌年も連覇している。1908年のロンドンオリンピック後もたびたび、とえし、1912年のトリプル A 選手権では、砲丸投げで2位となるなど、イギリスでの競技会への参加も続けた。1926年に母国アメリカへ戻った後に、健康上の理由から、モンタナ州ボーズマンに定住した。しかし、ホジキン病で、 その6ヶ月後に死去している。アスレチックス・アット・ザ・1904・ストリート・ルイス・サマー・ゲームズ・メンズ・ショット・プット2011年1月13日閲覧。アスレチックス・アット・ザ・1908・ロンドン・サマー・ゲームズ・メンズ・ショット・プット2011年1月13日。閲覧タッグ・オブ・ウォー・アット・ザ・1908・ロンドン・サマー・ゲームズ・メンズ・タッグ・オブ・ウォー2011年1月13日閲覧。 この大会の綱引き競技は1位から3位までをすべてイギリスの各警察代表チームが独占している。ありがとうございます。